今から練習行きます。今午後6時です。行ってきます。こっから。今練習終わって帰ってきました。時間が10時半ですね。今日は衣笠ベースっていうジムで練習させてもらいました。最近ずっと衣笠ベースっていうところで練習させてもらってるんですけど、今日は打撃のマスを最初にやって、その後みんなで階段ダッシュ、階段走りに行きました。足がちょっとすごいやばいですね。すごい効いてて、階段も250段ぐらいある階段で、いつもは僕は本当に一人で走ってたんですけど、本当にみんなと走ると全然追い込み方とかも全然違うんで、本当に衣笠ベースのみんなには本当感謝です。すごい強い選手も、少数精鋭でやってるんですけど、強い選手で3、4人ぐらいで練習してるんですけど、ワンでずっと試合してた、7試合ぐらいワンでしてる山田選手とか、今度ワンとの契約が切れて日本に戻ってきて2月に試合するんで、そういう強い選手とかとも一緒に練習させてもらって、本当に衣笠ベースの代表には本当に感謝です。格闘技って試合はやっぱり個人ですけど、本当に団体スポーツだと思うんですよね。団体競技、まず一人じゃミットもできないし、スパーリングも一人じゃできないし、ね、試合出るにもセコンドもいるし、なんで本当にこういう
絆っていうんですかね、こういう本当に格闘技のおかげでいろいろな人と知り合えて、本当に格闘技には感謝です。おっす、また明日から頑張ります。Do you have any advice for me? Do you have any advice? なんかアドバイスある? Yeah. 今日の練習で。Too old, man. Just keep training. Train until you get better. Shut up. This is my only advice, man. Thank you. Just can't wait for your fight, man. Thank you, bro.